はい、始まりました、リンコのリンリンキッチン。やったー。というわけで今日はですね、何しようかな。とりあえずささみあるんだ。ささみちょっと炒めた、なんかヘルシーな料理作ってこうかな。あとダーサラとかもいけたらいっちゃおうかなみたいな感じで。じゃあ早速とりあえずは手洗いからいっちゃいましょう。 Here we go! ポンポン。グリグリしちゃう、この野郎。綺麗だ、綺麗だね。金、金しね。コロナどっか行けって言いながらよいしょ。はっはっはっ。オーケーオーケー。じゃあまずはおきゅうりさんから。やった、いやらしい野菜だなこれ。ここからいっちゃうかも。ここを大胆に捨てちゃう。ウリのね、なんか感じがあんまり好きじゃないんだよね。カブトムシになった気分にならない？キュウリとか大根とキュウリは絶対美容にいいでしょ。パックにするぐらいだもんね。でもキュウリのパックとかは実はあんまり良くないらしいよ。オッケーオッケー。ここで登場、ライトツナ。あー飛び散る。ギュー、切ってあげて。コレステロールゼロ、ごま油ちょいっと入れて、白だしぶっこんどこう。マヨネーズさんを入れてあげる。よし、これでどうだ。よし、味見するね。やばい、うますぎ。ちょっとだけマヨネーズ。あ、これ天才だわ。最高の料理。はい、1品目 OK。 マネギさんもですね。はい、人参。千葉県産、意外と近くにいたなお前。北海道産玉ねぎ、どっから来たね。カイチと東京だね。1品目を作ってみましょうか。ほら裸になっていってるよ。あー玉ねぎさんやらしい。ほら、玉ねぎさんもこんな姿になっちゃって、おりゃー。あ、右の玉ねぎがダンシングしてる。踊るな踊るな踊るな。オッケー、さようなら先っぽ。いやらしい形だね。見てほら、もうこんなになってる。いやらしい、皮むいちゃおっか。いやらしい、もう食べられたいって言ってるもんね、リンコにね。なんだこいつ、生意気。生意気人参、生意キャラット。よーし、ささみさんのこの筋、これをもっとさっき使ったボウルに入れちゃう。
って、もう挟めて焼いたらパサパサするでしょ。それを回避するために片栗粉をまぶす。酒。塩もかけとこうか。胡椒もいっちゃおっか。これがね、ポイントなんだよね。ここに、これをぶち込めー。ぶち込むー。あ、つながっちゃう。やばい。この間に切ります。トマトはこうやってお尻を上にして保存してあげるといいよ。なんかあんま美味しそうじゃないサラダだねこれね。トマト多すぎじゃない？何日分摂取してんのこれ。大丈夫か？どうだ？今焼けてんのか？焼けてる。ワク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 。よし、こんなもんかな。ここに。じゃあ、いただきまーす。何から食べようか。トマトさんからかな。あ、このレタスはもうダメになってる。これよ、問題は。これさ、みんなも簡単だから作ってみて。うまい。おいしい。これもささみでもできると思う。なんかシャキシャキのきゅうりとシーチキンのバランスが最強。ささみ、うまい。やっぱ片栗粉で若干とろみがついてる。だいぶ食べやすい。カロリー上がってんのかな。やだ、うまい。みんなも作ったらいいじゃん。おいしいよ。結構おいしいよ。リンコだプー。ここにぶち込んでやるね。
あ、まだまだ木の実木のままのキュウリがいたよ。ざまみろ、お前らも切れてねえのか、切れてんのか、どっちだ、はっきりしろーっつって。